ジョアン・ペドロ・コエ・リョ・マリー・ニオ・デ・ソーザは、ポルトガル・ギマラン・イス出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス28位、ダブルス76位。身長185センチメートル。右利き、バックハンド・ストロークは、両手打ち。彼の名前は、ブラジルのテニス選手ジョアン・ソーザと混同しやすい。 ポルトガルの総座はジュオスーザだが、ブラジルの総座はジュオサウザである。7歳からテニスを始め、2005年にプロに転校。四大大会では2012年全仏オープンで初出場した。シングルスでは3回戦進出が最高である。2013年のマレーシアオープンクアラルンプールでは、準々決勝で世界ランク4位のダビド・フェレールを6に。 7-6破りトップ10プレイヤーから初めての勝利を挙げた。決勝でジュリアン・ベネトーに6-7-5-6-4で破りツアー初優勝を果たした。これはポルトガル選手として初めての ATP ツアーシングルス優勝である。2015年は4度の決勝進出を果たした。ジュネーブオープンではトマス・ベルッチに、クロアチアオープンではドミニク・ティームに、 サンクトペテルブルクオープンでは、ミロシュラオニッチに敗れた。バレンシアオープンでは、ロベルト・バウティスター・グルトを3から6、6から3、6から4で破り、ツアー2勝目を挙げた。また11月9日付のランキングで、自己最高の33位に浮上した。ダブルスでは2015年全米オープンで、レオナルド・マイエルと組ベスト8に進出している。年のマドリードオープンでは、 マスターズ戦で初めてベスト8進出を果たした。準々決勝でラファエル・ナダルに0から6、6から4、3から6で敗れた。5月16日付の世界ランキングで自己最高の28位となる。2018年は地元ポルトガルのエストリルをオープンで決勝でアメリカのフランシスティア4を6から4、6から4のストレートで下し、2015年以来となる。 ツアー3勝目を挙げた。2019年のウィンブルドン選手権では、2回戦で、第13シードのマリン・チリッチを6から4、6から4、6から4で破ると、続く3回戦では、地元イギリスのダニエル・エバンスを4から6、6から4、7から5、4から6、6から4で破り、ベスト16進出を果たした。ポルトガルの選手が達成するのは、これが初めて。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。